細首ツユムシは、バッタ、メキリギリスかツユムシアカの昆虫。産地性のツユムシで、和名は前胸を首に見立ててこの部分がくびれて、見えるからついたと言われている体長3 5ト、mm、ル、前後。全身ややくすんだ緑色で前胸に、褐色の縦筋がある。オスは、エゾツユムシとアシグロツユムシを足して2で割ったような、外見で、色合いや模様は、アシグロ。 体型はエゾに似ている。メスもエゾツユムシに似ているが、後ろ羽は体化せずに前羽から飛び出す。小型から中型ツユムシの中では最も体長に対して体の幅が広い種類で羽の形状の成果特にオスで著しく横から見るとこの葉に似ている。産卵管は非常に短く腹部の半分ほどで小釜の葉のような形。本州、四国、 九州などに分布。亜高山帯以上の高海抜、高標高地の森林に生息。樹上性だがあまり高い木には登らない。主に落葉紅葉樹の葉を食べて生活し、メスも葉に散乱する。羽はあるがほとんど飛ばずに、歩き回って移動する。特にオスはよく歩き回る。オスは昼夜問わず、ちーちーちー、きちきちじゅきち,きち。 つゆツユムシとしてはがっちりとした体型に見合った、かなりはっきりとした鳴き声を出す。オスは歩き回りながらよく、泣き、時には地面をトコトコ歩きながら泣いている。メスは、エゾツユムシ同様、ほとんど動き回らないため、オスがメスを鳴きながら探し歩くということになる。オスはメスに背中を向けながら、交尾を流す。メスの微端に請求が渡されると交尾は完了する。 卵が成熟したメスは、この葉の縁をかじり、産卵管を差し込んで卵を産みつける。産卵した後丁寧に卵の周りの余分なところを噛み切って落とし踏みのように地面に落とす。成虫は7から8月にかけて見られるが、場所によっては9から10月にも成虫が現れるという。ありがとうございます。